ダビト・リャザーノフ・ダビト・ボリソビッチ・リャザーノフは、ロシアのマルクス主義者、ソビート連邦の政治家。オデッサで生まれ、15歳の時からナロード2期運動に参加したために逮捕され、5年間の懲役刑を受ける。1887年からマルクス主義者となり、19歳には、ロシアマルクス主義者のサークルに入った。1891年に、 オフラーナに捕らえられ、カートルガに送られ4年間を過ごした。1900年にヨーロッパへ亡命し、マルクス主義の文書普及に努めるようになる。1905年のロシア革命に参加するが、それが失敗に終わると、再び追放されて亡命生活に戻り、そこで第一インターナショナルの遠隔誌を執筆し始める。 1908年からレフトロツキーが主催していたプラウダ紙に、1915年にはトロツキーによって創刊されたナシェスロボ紙に寄港した。1914年の第一次世界大戦の勃発に反対し、1915年からツンメルワルト会議に参加した。1917年のロシア2月革命の際に帰国し、臨時政府に対して、 ソビエトを支持していたボルシェビキに加入する。10月革命により、ソビエト連邦が成立してから、1920年に、マルクス・エンゲルス研究所が設立され、リャザーノフはその所長となった。ドイツイデオロギーや自然弁償法を含むマルクスやエンゲルスの未発表原稿を収集し、その全集を作ることが目的であり、この研究所は、マルクス主義哲学の主要な権威となる。 さらに、ディドロ、ホイエルバッハやヘーゲルなどの著作集を編集した。1930年に、メンシェビキセンター事件と関係づけられて、研究所所長を解任され、ロシア共産党からも除名される。後に社名されて、モスクワに戻るものの、1937年に、ウファヒヨリミ主義のトロツキスト組織と関連づけられて、再逮捕され、翌1938年に、サラトフで、 銃殺刑に処された。1958年及び1989年に名誉回復された。ありがとうございます。